確かにね、乾杯しよう。アミは結局強いのか弱いのかな、弱いどっち、何なんだろうね。何なんだろうね。でも思ったより、うん、あの飲めてた気するけど、うん、忘れちゃった。あの人に飲ませつつ自分飲まないみたいな最悪、一番最悪だ。マネージャーさんにもバレてた確かに悪いっすね悪い子なんだよアミ。なんか良さ全然飲んでない、人にめっちゃ飲ませるのとか言われた。でも顔はすごい酔ってるように見えるからさ。そうなの、なんか最悪だった。あのオンエア見てこのパンパンだしさ、みんななんか真っ赤っからしさ、真っ赤でツヤツヤでさ、なんか映せるもんじゃない映せるもんじゃない飲み足りねえなとか言ってんのがさ、ここマイク拾われてさ、ねえ最悪最悪。大人になりましたね、こんな会話しちゃって、しかも堂々となんかさ配信でこんな話するようなんじゃん。昔はめっちゃオブラートに包んだけどさ、そうそういいんだよ、もう25になったら、ね、浮気なんだから。オブラートに包んだ、ね、もうそれあんなに、そうだよ、今さらお前らオブラートに包んだところで全部流れてくる全バレしてっから全バレしてっからな。もうスタッフさんもそれいいと思って流したんでしょ。だってそうだよ、いいんだよ、もう知らないよ、ないぜ。そうだよ、あんな寝顔もさらされて最悪だよ。さらされたの私だけどな。アミ寝てないでしょ。寝てないよく寝れたね、ほんと。確かに、ほんとに。え、ちょっと頑張った。え、ちょっとぶっちゃけ頑張っちゃった。あ、何を飲み寝てみようみたいな。あ、全然、もう完全に落ちした、うん、うん、完全に寝る気なかったもん。私もなんか寝れないんだよね。いや、わかる。あのさ、前にやった不眠耐久の時はさ、本当に寝れなかったよね。だから本当にあの時はめっちゃ気まずかったよね。確かにちょっと懐かしい、ちょっと気まずかった。あまりにもみんな起きすぎてて、うん、すいませんみたいな気持ちになったよね、ちょっと。大丈夫ですかね、うん。そう、だからカメラが回ってる前で寝れるわけないし、酔っ払えるわけないって思ってたのに、